とんがり帽子のアトリエ、星4。魔法が存在する世界、量産型は魔導士が作る恩恵により豊かな生活をしていた。その世界では魔導士しか魔法を使うことができない世界であり、幼少期に縁日で魔導士の魔法を見ることができた主人公のメスは魔法に憧れを持ちながら火曜の仕立て屋のお手伝いを営んでいた。ある時、魔導士が偶然自分の店の仕立て屋に現れて、鶴の恩返し的なことをしているのを我慢できずに覗いたことで魔法とは、特殊なインクを使って魔法陣を描けば誰にでも発動できるということを知ってしまう？昔、縁日で買った魔法使いの絵本が実はそのインクと魔法陣だと理解した主人公は夜中にこっそり魔法の練習をしていたら魔法陣が暴発してしまい母親が石になってしまう。そこからその母親を石にした魔法陣の手がかりを求めて魔法使いの弟子を始めるというシナリオ。絵柄があんこがちぎるくらいクッソ激烈にお上手で、メスキャラも全員美人だし、オスキャラもクッソイケメソ。主人公のメスもクッソ美人だし、性格設定も誰からも好かれる八方美人している。ここからネタバレ。この世界には、シーア派とスンニ派みたいな魔法使いにも派閥が存在し、魔法は危険な奴や未熟な奴が使うとやべえからってことでパンピーには秘密にしようぜのとんがり帽子派と、魔法は広く普及することで世界はより便利な世界になる、多少の暴発は環境コストでええやんといつばつき帽子の黒魔導士派閥があるとかの世界観を魔法のことを何も知らない主人公と一緒にたしなむことができる、それだけでもクッソ激烈に面白いのだが、弟子たちと入場したりといったジャンプ要素も綺麗に入れており、クッソ激烈に面白い、クッソ激烈におすすめな漫画。マジでこの漫画は、クッソ面白い漫画で星5位の殿堂入り漫画でもいいくらいクッソ激烈に面白い漫画なのぜ。作画にしろシナリオにしろクッソ激烈に面白い読んでほしい作品なのぜ。